今日はヘルメット5000円で買いました。登山用の、山岳用のだけど自転車とスキーと兼ねるわ。欲しかったんだよね、まともなのが。しかし高い。ヘルメットに5000円なんか信じられん。ダメだ。2種類あるの。四川風麻婆丼と、うん、あ、もうどっちでもいいよ。親子丼、もうどっちでもいい。四川風麻婆丼にする。うん、これ何、コンビニ弁当。お母さん今日作らなかった。私は食べたけど、あの今日お金払いに来たから。私がうん、富士沢愛子。私はもう自分でもう福村天ぷらを食べたり。長野博子。私は全然食費のかからんのだけど、次はね、なんかね、刺身でもちょっと買ったらすごい高いからね、うん、なんかコンビニで買った方が安い。あ、もう安い安い、いいよ。もう私がね、買い物に行くとね、すごく使う。はいはいはい。もう早くちょうだいよ。なんで遅いのそんなに。新色じゃないね。これも食べね。これもお汁代わりに食べ、うん、食べる食べる。古町大名人はどうなってるの。これ、そのお湯入れない。何度あー、お湯がないよこれ。ちょっとお湯沸かして。そこじゃなくて、うん、ちょっとでいいから。やっぱこの人があれだね、プロだね。これ専門だね、この人。政治経済のプロフェッショナルだ。撮影中にそういうこと絶対言っちゃいけんじゃん。撮影中に。プロフェッショナルだ、この人。あ、これちょっとお湯、お湯入れてください。あ、スプーンください、スプーン。麻婆豆腐好きなんだよね、僕。あれ、これ浅いじゃない、これかけるやつ。これいくらでした。あ、安い。それは安い。
あ、お湯が来ました。これ一食300円ならこっちの方が安くない？作るより。うん、じゃあコンビニ弁当でいいよ、独身貴族のように。だってこうやって100キロ走ってるんだもん。まあ、たまにだけど。あ、でも、あ、ご飯が美味しいよ。でもね、本に載ってたけどね、往復120キロ通学してる人で、とてつもない。いや、プロ、天才。勉強しなくていいのよ、そもそも。数学は勉強だから。お金がなくてなくて。いや、自転車が好きで好きでしょうがない。梅干しとかで食べたらいい。ああ、ごちそうさま。おいしい、これ。そういう経験したことがないってわからないな。僕今日痩せようと思ってるのに痩せる。とにかく朝早く起きれるようにして。Yeah.
いやいや、私は大丈夫です。私は考えないとかあるわけですよ。